なんかコメントがいっぱい来てない、すでに。何、なんか僕はめられてる可能性あるな、これ。頭ポン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 バーポン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 。おいおい。ポンポン、今何、ちょっと待って、これは本当に僕はめられてるよ。被害者だよ、これは。うん。おかしいよ。そんなわけないだろ、みんな。そんなわけないだろう。ちょっとみんなおかしいよ。これは、これは罠だ。これは罠なんだ。これは罠ですね。完全に罠。うん。渋川ナンバー、罠にはめられてるということで。あれでしょ?パイレーツの質問のやつでしょ?どうせね。いや、あれはもうしょうがないよね。本当に普通に考えてみ?もう、うん。僕は本当にもう、書けるギリギリのラインをちゃんと書いたからね。うん。みんなどうせしょうもないこと書いてんでしょ、本当に。本当にみんなきっとしょうもないこと書いてるわけだからね。僕がもう踏み込んでいってやったわけで、踏み込んでもないけどな、全く踏み込んではないけど、うん。あれはね、質問が悪いよ。そんな質問ずるくない？うん。でもあれでやっぱね、もうピヨピヨのね、ピヨピヨの答えを書くようなやつはピヨピヨな麻雀しか打てないんですよ。うん。わかりますかね、はい。かといって押しすぎな答え書く人もね、あれなんで、押しすぎな答え書く人は書く人でちょっともうバランス悪いんで、はい。いや、いつ書いたっけな、あれ。結構前だったけどな。そうか、あれ世に出ちゃうんだな。世に出ないもんだと思ってたわ、本当に。うん、騙された、うん、ひどい話だ。僕は誠実に回答しただけだ。おっしゃー、いいじゃん。浜野さん、このナンバーリオミン機嫌リンチャンネル見て分からないですけど、パイレーツ内渋川さんに関するパワーワードが爆誕したらしいです。気になる。僕も知らないけどね。いや、もうしょうがないよね。あれは質問が悪いよね。意地悪。あんなこと書かれたらもうそういう感じで書くしかないだろう。うん。なあ、みんな。みんななあ、わかるだろう。ポッポ面白かったです。大型さん、おしパイで一番受けてましたね。さすがの我々です。です。お、来た。パイレーツの公式ツイッターでいじられてたくさん。そんなに面白いか。そんな面白いかな、うん、そんな面白いかな。まあ確かにちょうどいいバランスかもしれない。リーチ勝負勝負、キシブポじゃないから。いや、あれは質問が悪いよね、本当に。うん、悪い人だよ、パイレーツ運営の人は。本当に悪い質問してくるよね。堀さんは家庭の事情で書けませんっていうしょうもないことは、しょうもないね、ほんと。堀慎吾は、堀慎吾の回答にはほとほと呆れ返るね。うん、本当に呆れ返る。うん、呆れ返る。堀さんはピヨピヨだね、ピヨピヨ。うん、ユウさんによく書いたり言われてました。質問がさ、もうそういう答えを望んでるじゃない、どう考えても。どう考えてもね。トイレ事件は事件じゃないから。トイレに並んでたら勝手に取られただけだから、事件でも何でもないからな。あ、一番面白かったの高部さんだったので、よかったよかった。僕の回答は書き消えていいから、別に書き消していいから。わっしょいわっしょいってなんだろう、マジで。わっしょいわっしょいってなんだろう。何の質問に対してわっしょいわっしょいって言ったんだろう。わっしょいわっしょいってなんだろう。そんな質問あったっけ。もう実らだけで面白いけどな。高宮さんがわっしょいわっしょいって言ったという事実だけですでにおもろいけど、なんだろう、わっしょいわっしょい、ポンポンはね、いや、どんなテンションで書いたか覚えてないけど、まあさすがにね、質問されたからにはしょうもねえ答え書けねえなと思った記憶はあるけどな。うん、堀さんはしょうもない、しょうもないね。いや、きっとみんなしょうもないこと書いたと思うんだよな。きっとしょうもなかったんだろう。うん、あれは言うてでもほとんど大喜利みたいなもんでしょ。まさかな、そんなに僕の回答が際立つほどみんなしょうもないこと書いてるとはね。本当にもう他の回答した人たちにお怒りだよ、もはや。うん、どれだけしょうもないことを書いたんだとね。あら、もうじゃん、シッシジャガチャンネル、シッシシッシ、けんなけんな、こんなんばでね、挨拶しなくていいんだ、そんなやつ。シッシ、塩ばけ、塩ばいとけい。リオ様のお通りだ、おめでとう、連覇おめでとう、連覇おめでとう。もう一年リオ様がお通りできるで、連覇したらね、もう一回復活していいわ、さすがにね。さすがにお通りだ、復活していいよ。うん、わっしょいわっしょい、何なんだ、気になるぜ。あ、中林さんの新しい2つな、高宮さんがわっしょいわっしょい。おもろいじゃん。おもろいじゃん、高宮さん。え、高宮
カフィアさん、そんなおもろいこと言える？あ、ブレイカさん、パイレーツクレース、この度アンケートにご協力誠にありがとうございます。マジでさ、最高でした。ナイスパレードだ。ピンクスパチャありがとうございます。ナイスパレードでございます。よかったです。はい、最高と言ってもらえるのはありがとうございました。ありがとうございます。ナイスパありがとうございます。うん、なるほどね。高宮さん、そういうセンスあるんだね。やりますね。大喜利が近いとしてダメだよ。ギリギリこうだし。いや、もう質問がだって悪いよ、そりゃ。うん。質問の仕方が悪いよ。アキさんは関係ないやん。うん。アキさんの攻めと、ツーボー !1326! まあ、教えてパイレスはね、とても楽しかった配信だったようで良かったです。もう次から次から名前書かねえからな。ポリシンゴって書いて提出しよう、次からは。うん、中林さんの新しい2つ、僕なんて書いたっけな、忘れちゃったな。そんな面白いことを書いた記憶はないな。こんな小馬号は嫌だわね。ゴーさんのキャラがさ、立ってるからさ、おもろいけど、こんな渋川は嫌だわ。なんかそんなに僕何キャラか立ってないからね。うん、ゴーさんのやつは言いやすいけど、なんかみんな同じような答えになりそうで、すごいズバ抜けた答えを思いつくのが無理だった記憶があるな。うん。松もっていい？おー、焼きな飯にしてくれ。しょうもな。しょうもな。お、あ、どうも、はじめ、シッシ帰る。初めて来たみたいにすな。さっき来てたやろ、あなた。シッシ、シッシ。けんなけんな。ウィリモットエレンさん、いつも楽しい時間ありがとうございます。エブリグ桜井渋川さん、負け期待します。ナイスパレードバーす。ナイスパありがとう。けんなけんな、シッシ。うん、シッシ。あ、違いますよ。スパチャくれたウィリモットエレンさんじゃないですよ。ジャーガチャンネルさんね。シッシ、けんなけんな。サマイがさ、お失敗急いで見返してきました。自分の気持ちに正直に答える渋川さん、素晴らしいと思います。ナイスパありがとうございます。別に僕がしたいとは言ってないからだ。僕がしたいとは言っていないからだ。いや、言ってるか、言ってはいるけど、言ってはいるが、言ってはいるが、表向きの回答かもしれんからな。うん、表向きの回答かもしれんからな。ふふふ。松ヶ瀬さん、晩酌はぁ。いやー、松ヶ瀬さん、そりゃないよ、兄ちゃん。松ヶ瀬さん、そりゃないっす。晩酌はない、ない、ない。ダメですよ、松ヶ瀬さん、まったく。ダメ、ダメ。そんなしょうもないこと言っちゃダメダメ。なんかさっきなんか嵐の中林さんみたいな人いたけど、あたぽぽせしっ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 し、けんなけんな。うん、おつぽんぽんじゃないよ。はい、ということでポンスしっし、チャンネル登録高評価できればメンバーシップ登録よろしくお願いします。